配査定法を紹介します。動画だけでは全てをお伝えすることができませんので、ぜひ消防署での救命講習会に足をお運びください。詳しくは概要欄にリンクを貼り付けていますのでご覧ください。それではご覧ください。感染症予防を踏まえた心肺蘇生法のポイントがこちらです。これらの点に注意しながら動画をご覧ください。あ、人が倒れている。ちょっと待った。倒れた人に近づく前にはマスクを着用し、室内であれば窓を開けるなど換気をしましょう。周囲の確認。周囲よし。反応の確認。大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？反応なし。誰か来てください。人が倒れています。あなたは AED を持って必ず帰ってきてください。はい。呼吸の確認をします。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 呼吸なし。このような呼吸は視線器呼吸といい、胸骨圧迫の合図です。呼吸がない、または普段通りの呼吸かどうか判断に迷ってしまったら胸骨圧迫をしましょう。ちょっと待った。エアロゾルの飛散を防ぐため、ハンカチやタオルなどを鼻と口にかぶせてから胸骨圧迫をしましょう。6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30。AED 持ってきました。 AED 使いますか？はい、使います。お願いします。はい、胸骨圧迫は1分から2分で交代し、2分後の解析または救急隊到着まで中断せずに胸骨圧迫を続けましょう。救急隊へ引き継いだ後は石鹸と流水で手と顔を洗い、使用したハンカチ等は直接触れないようにして破棄しましょう。以上が新型コロナウイルス対応の心肺蘇生法です。感染に注意しながら心肺蘇生を行い、
大切な命を救いましょう。動画をご覧いただきありがとうございました。